三名三三回コーヒーニックさん2個ぐらい入れてたよね。他は？コーヒーニックさんも今日当たってるから。そしたらもうこのどこに入ってる？年明けうどんと、うん、それは醤油豆。今日手に入るんですけど。あ、これね、2人前、1袋2人前、うん、落ちたオフラインになってる、あれ落ちた、マジで大事なとこで切られたって本当だ、配信の回線が青く誰か打っとかんな、かねちゃん、でもおかしいよね、録画が、また落ちた、落ちてない、そう、変だね。またやって。他の見てまた戻る。また広告。何を。なんかここから上が暗いのは多分ここは明るくしてる。何をしてくれるの。全部ね、明るくしちゃった。さっき、ハッピーニューイヤーんで。ほら、動いた。あ、見えた。見えた？見えました。僕見てたかな。声も聞こえる？あ、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 あ。あ、入ってる、入ってます、入ってます。なんか今日はあれだね、配信が止まって録画が続いてるっていうわけわかんない現象が。変な現象。もう一回説明しましょうか。はい、お願いします。3人って誰がいた、まず。3人のうち1人。年明けうどん。年明けうどん、2人前、1人と。コメントが拾えない。醤油豆。これ何だっけ、そら豆の醤油漬けみたいな。先ほど俺が、タイムラインの皆さんに今年一番びっくりし、去年ですね、もう去年一番びっくりしたことはっていうのを聞いたんですけど、それを答えてくれた 方の中から1名様にこちら、あとで朝方食べましょうみんなで。それで、味とかはその時発表します。味発表ついついてないけど、つゆはついてないです。ついてないんで、市販のつゆついてないの、麺つゆで食べてくれ。つゆついてない、麺だけで。あれはこれつけてる。まあ、これどこのあれでしょ、サヌキでしょ。そうですね、基本あのサヌキうどんです。今日店で手に入ります。まだ空いてます。これは今日手に入るやつですって。あ、そう、ちなみにこれって本当は年が明けないと手に入らないものらしいんですよ。どうしたんですか。闇ルートで開けてないのに、水輸入しました。開けてないのに、うどん店から水輸入しました。ダンボールに入ってたの無理やり売ってもらったって。ひどいよ。あ、でもこれ宣伝したからいいんだって、こうやって言えば。そう、一応ここも言ってきたら。いや、そうなんだ。宣伝。ここの店の人に。あの、どういうのするんでって言ったら。どうするんですかって言って。普段開けていいよって、持っていき、持っていき。なんか軽いな。というわけで、誰に当たるかは、てるちゃんだけが知っている。問題何やった。え、一番びっくりした。びっくりした。あった、うん、誰が追い切れてないから。僕も追えてないんだよ ね、 あのね、コーヒーニックさんがね、なんだっけ、うんうん、スカイプを始めたこととか、ね、なんかそういうこと。ツイッツだっけな、どこだっけ、あのパルヘジアを初めて見たこと。あ、プチュアルさんもなんか入ってたね。プチュアルさん、でももう一人誰かいなかったアピールしてますねって、神山さん。いつだっけそれ。アピールしない。そんだってもう見てないんじゃない？見てない人に今当たりましたっつっても。そうそうそう。確かに、うん。それはダメだよ。当て方に問題があるよ。そう。時間区切って。じゃあ俺。え？あ、プチャルさん来た。そう。明け方。プチャルさん来たよ。
完全に酔いが覚めました。プチャラさんさっき書いた なんて書いたってこと、なんて書いてあったの、うわ何が何がスカイプの件、今年去年一番びっくりしたスカイプやろ、あびっくりしたそれニックさん、スカイプコーヒーニックさんしか見てない、うん、コーヒーニックさんはバルヘジアを初めて見た、年内にスカイプデビューしたこととか、うん、コーヒーそうでしょ、書いてないよね、書いてないよ、あともう一人いなかった、魔王さん、魔王さんだ、あ魔王さんか、魔王さん当たってるもんね、魔王さん当たってないよ、魔王さん当たってないよ、まだ当たってないよ、じゃあ魔王さんか、魔王さん言えてなかったから、言えてないから、じゃあ魔王さんにしよっか、魔王さんだよ、ね、スカイプにも出てくれ たし、鳥取来てもらえばいいし、そうそう、置いとくから取り来て魔王さん見てるもんね、まだかなちゃん出てるからって、じゃあ魔王さん、ダルーラプレゼンツ年明けうどん魔王さんに決定です。おめでとうございます。取りに来てください。あ、わかった。じゃあわかった。魔王さんにはあの小野有沙ちゃんのカレンダーもプレゼントします。へー、なんてこった。かなちゃんの甘いよくない。小野有沙ちゃんって誰だっけ。じゃあいや、小野有沙ちゃんって、じゃあするで、小野エリちゃんじゃないよ、じゃあその時に小野エリちゃんじゃない、かなちゃんのチェキつけるよ、勝手なこと言うなよ、勝手なことばっかり、私のチェキ高いぞ、不公平だよね、高いぞ、325円ぐらいだぞ、もう取りに行く、パチパチパチ、おめでとうございます、おめでとうございます、まあじゃあそれはその時に、あ次企画、はい、これ、はい、何それ初詣行きます、この後、はい、何時間か後に、はい、で、え、行くんですか、行きます、車でロケロケやった、でもその前に、え、車で行くって誰呼んでるの、誰呼んでたの、違う、タクシーまで電車で1個乗ります、はぁ、めんどくせぇ、この格好で、え、いや、あれは多分補導されるんじゃない、大丈夫かな、でこのアニマルで行く、これ行った時にこれ厄払いの、これこう人形の形してるね、あー、これに厄払い、そうそうそう、それ俺去年やってほしかったかなって、ちょっとカメラにこう近づく、俺今年で厄男から解放されるんだけど、これなんかずれてるよ、カメラに陰陽師みたいな、うん、映ってる、あ、式紙とか言ってる、映ってる、んこれだって遅れてるから、で、ボールペンでいいや、カメラってそっちじゃないですか、多分5枚あるんで、うん、ひまみじゃなかった、あれ誰も知らないとか、これに好きな人の名前を書いて、乙女かよく言われる乙女か、そうだよ、いやロマンチックか、ロマンチックか、んよいしょ、なんか書くの、そうそう、あの、ちょいちょい役の人、俺もう役終わるよ、終わったよ、役じゃなくてもいい、これ毎年やるもん、全然お酒が薄まんないんですけど、薄まんないそこの辺に入れちゃえ、ジュースにいいよ、いい、持てない、え、濃いってこと、濃いの、持てない、大丈夫、大丈夫、飲む飲む、はい、なんか書く、そう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 、自分の名前、そう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 、名前書いてください、名前を書くんですか、名前書いて、本名ですか、本名じゃなくていいんですか、じゃあインクは担々麺で、バチ当たりだ、ぎゃ、役つくぜ、あ、役つく、役が払う、役は払うもん、え、じゃあ嫌いな人の名前とか書けばいい、せっかく役卒業するのにまた役つくぜ、そんなついたら困るじゃん、名前と、名前でしょ、名前なんか、名前と生年月日と好きなタイプ、生年、そう、名前、うん、生年月日やらない、ペン返して、ペン、はいはい、ペン、名前と何、じゃあこれはあれだな、本名じゃなくて屋根裏で書けばいい、何、全然伝わらないよ、名前と氏名、年齢を書いてください、氏名、年齢を書けばいい、あと名前と氏名とね、なんか氏名と氏名、氏名、年齢書くだけでいいんじゃない、氏名、年齢だけ書けばいいの、そうそうそう、それハンドルで名でも書け、書けなかった、いや、ボールペンだったから、ボールペンでいいんだよ、だって私、書く力が弱いから、おお、そうだった、何、家根裏でいいの、名前と年を書いてください、だからこの一年の汚れを人型に託して払い清めを受け、すがすがしい気持ち新年を迎え、もう迎えちゃったけどな、在中の人形に各々家族の氏名、年齢を、家族だって、だってさ、
生年月日じゃないじゃないですか。生年月日だ。なうん。ご紹介。サイプの氏名年齢を書く。え、家族？え？うん。自分のだけでもいいんじゃないの？自分のだけでもいい。自分のだけでいいんだよ、だから。はい。できました。はいはい。じゃあこれにここに入れてください。年齢書くのって。年齢ね。俺いくつだっけ？70。年齢は？違う、おばあちゃん。もうそろそろおさらばだな。おばあちゃん。なんか出ないと。どこに書いてもいい。どうやって書けばいい。そうだよ。名前と年を書いて。好きなタイプは本名が一緒。初恋の人の名前は？え、本人なんでしょ。覚えてねえな。初恋の人は下の名前だけ書く。え、そうなの？そうそう。え？は？じゃあ先言ってくださいよ。名字書いちゃったし。え？違う、いや、好きな、好きな人の名前は好きな人の名前かけなんですね。下の方だけ何書いてたね。じゃ あ, ライあの、家族になるであろう人の名前かけたそれは、え、これでどうすんの。はいはい、いいよ、普通にただ入れればいい。で、これをじゃあの次、初詣行った時にこれも一緒に出して、ね、これ人形の形に折るんじゃないですか。で、ふっ、あ、ふってやる、ふって、え、なにふってやる、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 ね、普通にふっ、はいはい、ふっ、うん、はい、え、でも見えてないふってやった役払い、役払い、はいはい、あんまり見えちゃう、あんまり見えちゃう、富を見えた、富を見裏返し、富を見えちゃう、富を見えちゃう、で、写ってもね、分からない、俺は屋根裏のミッキーで書いてる、そう、女だって書いてる、で、これで、これを後で初詣行った時に出します。で、その格好でそれを出したら何が起きるかは来年のゆくうたくるうたの時にマジで分かる。この人型の髪に毎晩囲まれたとかさ、そうですね、そういうこと、毎晩囲まれて寝れなかったとか、そういう報告をすればいい。なんだ、俺翻訳の時に言ってくれれば。まあ去年で後役終わっちゃったから。うーん、終わったんだね。うん、じゃあ終わっちゃった。じゃあ、うん、というわけでこれはちょっとまた次の月までの企画ですね。酔っ払ってろれつの回らないかなさんの歌流してください。だって、はい、リクエスト入りました。その歌を流してください。誰ですか？歌を流す。ハリセンさんの。あ、どうぞ。え、歌うんじゃなくて、BGM で流す。ロレツ回らないのがいいの。歌っちゃうとちゃんと歌えちゃうからな。そうなんだよね。さすがだよね、やっぱね。そこなんだよな。スイッチ入っちゃうとね。あれ？そこが、ここ、これ入る。ああ、はい、このコーナー終わり。次、次、次のコーナー。あれ、カウントダウンやったの？カウントダウンはカウントダウンじゃない、ベスト10でしょ。ベスト10。ベスト10やって。何のベスト 10？ ベスト10番組、え、視聴率、あれ、視聴者数、あれなんだっけ。いや、これあれで屋根さんのだよ、これ。あの、このぶっといの。あ、サインだ。そうそうそう、これこれぶっといの。あ、これもそう。これも違う、違う、違う、これは俺のじゃん。これ誰か、誰かの忘れ物だ。そうなんすか。出る？なんか、カナッペラインが遅すぎるんだよ。出るよ。カナッペ？カナッペってなんかアイスクリームなの？カナッペっていう料理はあるけど。カナッペじゃん。ありますよ。カナッペっていう。あの、クラッカーの料理。あ、来た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 
なるほどね。これつけてない。つけてた。ただまがで見てもね。なに？消す？え？消す？色つけてる。山田さん、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 鹿児島だけ時差があるのかな。出ましたよね、食べたい。鹿児島は時差があるんですね。出ましたよ、おめでとうございます。僕全然読めないんで。見たから、あれハッシュタグで拾うがいい。てか違う、タイムラインじゃなくて、それはあれ使いたいの。あれ、あ、どうぞ、使いたいで。っていうか、なんか写真がさらに変なことになってお母さんに何もチャット送ってなかった。私は親子になった。来た。じゃあ。来た。1位は。来ました。1位は。これ何位から何位から行けばいい？何位から行けばいい？10位か。15位ぐらいから行こうか。数えられない。1、2、10位くらいでいいんじゃないですか。4、5、6、7、8、9、10。おお。10位でいいよ。じゃあ10位から。何ランキング？視聴数ランキング。視聴者数キャリーパミパミ。いやあ、でもこれ年内のだよね。視聴者数ランキング。ダメだ。ダメ？年内。あ、全部ごちゃ混ぜになってる。なるほど。これまでの累計なんだ。ってことは逆にこうすればいいのか。年内のだけ広く言えばいいじゃん。こんな難しいことを。何年何月配信とか書いてないの？書いてあるよ。え、上から拾っていくわ。そんな難しいことを。あった。ええー。ん？12年だ、そうだよね。12年の。でもこれが、なんで？なんで？納得いかない。12年納得いかない回ですか。いや、なんでとか。え、先週のは視聴者数、あの再生回数。え、再生回数視聴者数か。え、生で見てた人ってないんでしょ。え、再生回数、視聴、あ、これ視聴数だから。再生回数でしょ、だから、うん、再生回数。そう。アーカイブ再生回数だと、そう、それしか出ない。あれなんで、古い方が勝つに、古い方が、まあ、高くなる可能性が。先週よりもちょっと前の方が多いよね。そうそうそう。うん。それはそれでしょうがない。なんか怖い人いる。うん。うん。やばい。見せちゃいけないよね。君じゃないからだね。君じゃないなら。あ、平花さんが。はい。さっき言った。時差がありますね。鹿児島だけ。平和田さん。あ、いっぱい来た、いっぱい来た。
明けましておめでとうございます。あ、はい、明けましておめでとうございます。うわいやいや何言ってんの。でもあくび見えてっかんね、かぶってないかんね今ね。そっか、そういうことか。かなちゃんの作戦なんだな、その酔っ払いキャラは。え、酔っ払いキャラ作戦ですよ。あれか、酔っ払っている、さっきのゆりちゃんの寝起きキャラと一緒なんだよ。酔っ払っていれば何でも許されるぞっていう。寝起きだったら何でも許される。じゃあとりあえず今日の時点で、うん、そのアーカイブ再生回数去年のベスト10を発表する。上から行かないと無理。上からいい。じゃあ1位から。だってしょうがないもん。だって1位は何でしょうか。1位は何、いつですか。1位は、誰。第41回ボリューム41。はい。何月何日。1月31日。1月31日。誰だっけ。さっき言ってた。これ見るか。モスリーさん。私カルピス飲みたい。現役でっていうかこれ再編しちゃう、これし、モスリンさんじゃない、まあ、月末だから1月って前半だよね多分。これ八田さんだからマミちゃんも出てるってあ、さっき言ってた、そういえば。ハッタさんと、いや、違う、エターナルだ。そう、エターナルだ。あ、そうか、ハッタさんとエターナルの回か。あれ、モスリーさんいた。再生回数、312回。ハッタさん。なんと、アーカイブを312回も再生した、去年一番再生された番組が、ボル41。ボリューム41、ハッタさんとエターナルさんか。1月だからね、まあ。何？切れてんの？え、回線切れてる、またしてる？おらない住宅とこの間おらないだからあ、すいません、すいません、回線切れた？仕事中みなさん、いや、動いてるって、そういうとどこに行った、どこにも、え、切れた、あれ切れてるのおらないんです。いまだに24人もの人がこの時間にマジですか、はい、すいません、ね、ちゃんとしますんで、すごいね、どこにあるの、ね、そんな下にない、上にライブ中ってやつが、ほら動いてます、ほら、八田さん、八田さんとエターナルの1月31日の回というが1位でした、はい、それが1位と、あの、再生回数なので、312回、はい、312回ということで、はい、2位は切れてないって萌えさんが、萌えさんが、あ、コーヒー肉さんも独り言でした。2位は第2位、2位は12月27日12月27日、これ前の数、10月23日、10月23日、はい、ちょっと待って、後半今度10月23日後半があったんだ、23日ボリューム79、ボリューム79、ゲストは79、ゲストは岸のり子、岸のり子、え、79、79、10月23日あ、片岡由里ちゃんと岸のり子ちゃん、なるほど、岸のり子、あれ、その時ハロウィン、ハロウィンは真っ最中だったね。ハロウィン、あ、最後のファイナルだ。ハロウィンファイナルか。え、ハロウィンファイナル10月30じゃないの？でもその前の日、前の週か。にやったの？前の週か。あ、そうかそうか、前の週か、そうか。うん、そうだね。これは、そうか。片岡ゆりさんが優しかったんだけ、覚えてる。コーヒー肉さん、コーヒー肉さん、それは去年見てないからそうなんですよ。これ、いいんです、グタグタで。思いついた感じでやるのがいい。去年よりまともだよ。え、去年をちゃんとやってよ、ランキング。事前に全部書き出してた。去年はここはすごい力が入ってた。ランキングはね、はい。で、だって。だからコーヒーニックさんが事前に調べてないって。すいません。だからグレードがちょっと下がってます。今日はもそもそも配信ができず。そう、バタバタしてたんで、すいません。さあ、次。あ、で、回数何回？回数は300回、300回、素晴らしい。あ、でも10月で、さっきの1月だから
だいぶね、そう、もっと増えるかもしれない。そうそうそう、うん、はい、さあ続けていきますか。次、続きまして、1月17日ボリューム39、ボリューム39、そんな戻るんだ。ゲストは開けま壊れた壊れた、あけまってなんだよ、壊れた壊れた、12年の前の1月笑ってるだけだろ、ひろちゃんだ。あ、1月何日、17、あ、みひろちゃん一人の時、そう、お、いや、だからみひろちゃんは強いんだよ、強いんだ、うん、去年だって1位だった。あ、そっかそっか、うん、でも1月かな、あけま、あけま、みひろちゃん、ひろちゃんは来月ですね。なんだっけ、カエルさんに言わせるとなんだっけ、父デカなんとか女暴言吐いてた、言ってた、ひどいわ。あれ、iPhone が落ちたぞ、これスーパースターで落ちたぞ、じゃげんな、落ちた。まあ1月に来るとでも、そうか、そういう固定な人持ってると強かったですね。どんだけですか、いいところで落ちました、いいところで。続きまして、次第4位、第4位は、その次の週だね。次の週、あ、やっぱ1月になった。1月24日。24日。ボリューム40。ミーナちゃん、たくまさん、はらぼさん。はい。はらぼさんだよ。はらぼさん。ミーナちゃんってレモンドロップのミーナちゃん？ミーナちゃん。レモンドロップの？え、違う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 。なんだ。冬月ミーナ。違う違う違う。何ですか、そうやって。そう、いや、何ですか。何回、騙してない、騙してない。再生回数、再生回数。だって、まあいいや、297回、高校の高校生の金さんで、ね、金さんなんだね、1月、うん、はい、です、はい、やっぱハロボさん強いですね、うん、まあ1月ですね、うん、第5位は、第5位は、6月26日また5ぐらい、また6 月、ボリューム62、第62回、62回、この時は堀川ひとみさん、モスリンさん、おお、堀川さんか、堀川さんも強い、堀川さん強い、6月で踊った時、いや、いや、その前、その前、その前で一人で踊ったの夏だっけ、そうそう、踊ったのその後、その後の強いね、6月、うん、おお、でもあれだよね、だいたい300ぐらいで並んでるよね、もうここら辺全部僅差なんだよね、282、うん、200、違う、286回、286回、うん、ほんと近いんだよね、みんなね、うんうんうん、じゃあ次、次まして、はい、第6位、6位、7月10日、7月10日、ボリューム64、64回、この時はすごいんだよね、美穂ちゃんと上村かなえちゃんとひかりちゃん、はい、おお、すごいじゃないですか、です、女性ゲストが、これも200、これも282、です、はい、あ、だ、同一だ、同率、同率なんだ、同一6位ってことなんで、で、もう一つあって、あ、もう一つ、はい、ボリューム70の、うん、8月21日、はい、これがあれだ、島ファミリーの時、おー、島ファミリー強し、これも28、これ282回、うん、で、これいいの、この辺はサクッといっちゃって、まあ後から来るからね、うん、来るのか、あと1時間ぐらいしたら多分来る、で、ドイツ6位だったから次は8位、8位だね、8位がなんとゆりちゃんが泡が立たずに、あ、メレンゲ失敗事件、そう、失敗言う、小松野さんかメレンゲにならず事件、ならず、白身のまま事件、2月の7日、はいはいはい、そうか、バレンタインの事件、そう、ボリューム42、
ゲストはコバソロさん。で、コバソロさんのファンの方にメレンゲ立ててもらって。そう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 。それ言っちゃうんだ。言っちゃうんだ。作り直してもらったという、実は裏方で。言っちゃうんだ、そこ。いや、裏。あ、裏か、裏で作り直してもらって、ゆりちゃんも知らない。やっぱスイーツは、そうゆりちゃん知らないんだよね、裏でやっちゃったから、うん、スイーツはね、スイーツは本当に計算が効かなかったね。あれはもう本当にね。だから、あれ、泡立て器用意しようかっつって、いいです。時期もね、寒い時期大変もね、手でやったり。もう最初が肝心。いや、そうそうそう。手は絶対偉い。手はすごい辛いよ、あれ、ずっとやってなきゃいけない。結局最後まで泡立たすって感じ。で、次は9位。9位ですね。はい。9位。ナンバー9。さあ、我らのカナは入ってるんでしょうか。入ってないと思うよ。さあ。7月7日。7月7日。ごめん、7月3日だ。7月6日、ごめん。7月3日、63回。はい。岸のり子。岸のり子さん。おぉ。です。再生回数は265回。おで10、もういっちゃうの語ることがで10位、8月28日、はい、トキコさん、モスリンさん、アンバネミヒロさん、おーミヒロ、長谷川ひとみさん、あそこじゃあ堀川ひとみさん、堀川ひとみさん、竹野さとし、ああ踊ったやつだ、踊ったやつだね。っていうかこの改めてこれゲストの数数えるとえらいことになってたんだね。そこは大変だった。さらに阿部瑞穂さん、ああそうそうそう、だからみんな友達連れてきてって言っちゃったからそうなったんだよ。最初単独のはずだったでしょ。だってそう、それがみんな友達を連れてきてじゃなくて、連れてきていいってその場で言って、うん、ちゃったんだよね、あれで、そのまま連れてきたらその人数ってやつ。まさかの全員が連れてきた。そうまあ、あ、でもこれあれだ、時子さんはこれはオープニング前、あ、そこはオープニングだけだったね、確かに、ね、はい、オープニングゲストで。今、トッキー東京でしょ。いや、今ね、また変わったの、時子さんでしょ。いや、今、トキさん、トキさん、今日見たら変わってた。なんかよくわからないんで、そこは名前がコロコロ変わっていてよくわかる、うん、またあの変わった情報を送ります。いらないでしょうけど。という感じです。まあ、うん、まあどうなんだろうねこれね。あの配信してる時期が早い方が有利っていうのは。有利は有利なんだけど、でも。でも古くなればなったで再生されなくなっていくから。あ、見るの大変だから、まあね、要するに検索で引っかかるかどうか、うん。それはまああるんですよね。だ必ずしも1月、傾向としては1月が多かったですね。1月多かった、確かに多かったけど、はいはい、過去に遡ってみようかなって人がいたっていうことでしょ。でも違うのかな。でもこれでも瞬間じゃないからね、うん、同時視聴者数じゃない。同時はね、ちょっとここでは出ないんで。でも多分パレージャーみたいな番組だと、俺もそうだけど、好きな人が出てたら、うん、まあ生でも見れれば見るんだけど、はいはい、大体後からじっくり見るよね。そうね、うん、それはありますよね。え？何が？俺はかなちゃんをずーっと何回も再生してるから。え？気持ち悪い。しかもあれだよ、スーパースターの伸ばすところで止めるから。めっちゃ口開けてるところで止める。でそこをちょっと巻き戻したりする。巻き戻してね、リピートしたりしてるでしょ。でスロー再生とかする。危ないわ、そこ。それぐらい、リピートがいっぱいある。30件ぐらい来てるわけですわ。なるほどね。あれ、ヘビ寝てないじゃん。ゆりちゃん、ゆりちゃんさん、ゆりちゃん28。ああ、そういう意味か。わかりやすいんだよ、ハさんは。じゃああれだね、島さんたち来るまで仮眠にする。いやそんな繋ぐの、繋がないと蛇が繋ぐそうなんで、私は寝ます。ええー。
ヘビの年なんだから。ヘビ年だよこっち。いや私虎だから。嘘つけ。嘘つけ。来年だから。嘘つけ。去年だったから。嘘つけ。やめとくわ今年。嘘つけ。今何人またまだ見てる。たくさん見てるでしょ、まだ。待って、おしみ。タイムライン全然覗けてないんですけど。まだ23名の方が。マジ？あんまり減ってない。君たちさ、口悪いけど暇だね。イエーイ。私もそんな暇な一人です。お世話になりました、今年は。平花さんがフェチって入ってます。フェチ、はい。生の視聴数って取れないですかね。ん？生で見てる。それは一個一個見ないとダメでしょ、うん、あのグラフの。あ、それは見ればわかるってこと。でも全回数の見なきゃいけない、うんうん、生の視聴だから生で見てくれた数。グラフ見るしかない、うん、あグラフ、うん、あビューンって棒グラフのやつがあって、うんうん、おいしいしいしい。いや、やっぱあのこう再生回数だとやっぱ年の初めの方が確率としては再生する率が高いわけだから、うん、だからそうとも言えなくてどん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 埋まってっちゃうから。埋まってくけど、だってあるものを探してってやるわけ、うんうん、だから検索でやれば。でもそれはでも探したことはある。ありますよ。すっげえ嫌になるね。だん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 もう見つかんないやってなるでしょ。見つかんないとやっぱり寝るんだ。古くなればなるほど見つかりにくい。やっぱり寝るんだ、コラーって言われて。え誰がやっぱり寝るんだ。誰、あ、俺さ、映ってる、映ってる。コラーって怒られてる。映ってるよ、そこ。思いっくり映ってる。映ってるよ。体来てる。今そんな無理すると、本当に。そうだよ、待てないよ。まだ、え、半分半分行った。あ、8時からやったね。8時半からやったね。いや、全部の企画が終わるまで終わらないから。半分行ってないの、まだ。食べ、ね、もうお腹いっぱいな感じなの。いや、ま、もうさっき食ったばっかりでしょ。まあ、じゃあちょっと。ゆうちゃんすごいね、まだ。まだ4時間でしょ、だって。すごいね。って。あっついこれ。おいおいって。てか、こたつ入ってんのか、これ。入れてない。熱いっていうか。そっか、分かった。さっきまでなんでこんなに暗いんだろうと思ったら、俺グラサンしてたんだ。あ、そういうことか。めっちゃ暗いなと思って。そういうことか。なるほど。こたつ切ってあるよ。入ってないの、あったかい。てか、みんな入ってるからあったかいんだ、これ。暑いっていうから。本当や。明るいでしょ。へー。で、何、次の企画は。何やりますか。年明けたね。何してんのさ。足が。え、今年の抱負は？うわ、すごいよくしたな。自由時間、自由時間。一人で無理だろ。無理だよ。無理だよ。じゃあ第二部はテルちゃんよろしくお願いします。第二部とか言ってるし。笛は笛。あ、笛吹いてる。そう、笛は。今吹いていいよ。今ほら大工ですか。あの目が覚めてるうちに大工。サライの歌歌いますかって。どこ行ったんやろね。え、ラブちゃんどこ行ったね。ラブちゃん家帰ったんじゃない。なんじゃい、途中で消えて。サライの歌歌いますかって書いてる。パンある。そう、博士さんが持ってきた。パン食べていいよ。